はい、皆さんこんばんは。こんばんは。2016年7月27日24時になりますので、本日も開始したいと思います。キコナチャンネル、本日はですね、キコナ伏せ店から生放送を出しております、はい、よろしくお願いします。ということで、キコナ伏せ店からは本日は水杉店長と、そして、言えるかな、究極 V モンキー西村心が止まらないさんと、そして2回目の登場ですかね、はい、そうですね。前回はボイツーさん、はい、ということで、本日はこの3人でお送りいたしと思います。今日は誰かなということで、この3人、こんばんは。ソラリンゴ城がいれば今日は店内マラソンさせるのにということだったんですけど、本日は私、酒パワー東海のネギ玉がお送りさせていただきます。真ん中はヤンキー座りなんであれ、なんかヤンキー座りでお出迎えということで、はい、店長、はい、もう7月終わりちゃいますよ。ファン感も終わりまして、そうですね、7月が終わるということ、8月が始まるということですね。はい、8月が始まると何があるんですか？いや、何もないです。ないんですか？そこスルーしちゃうの。8月は、はい、ヤンキー座りでお出迎えいたします。お出迎え、正座に直ってますけどね。はい、8月正座でお出迎え、ヤンキー座りじゃなくて、はい、正座でお出迎えさせていただきます。はい、あの西村さんがね、持ってる髪がもうデカデカと。あ、そうなんですね。忘れてましたね、これ。何この小芝居。そうです、あの伏せて8月で、はい、2周年入りますんで、はい、はい、それと同時に、同時にコーナーグループ、はい、100店舗達成となります。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。100店舗、はい、まあ、伏せ店もね、あの2周年ということで、まだまだ新しい、お店ですが、はい、どんどんまだまだね、新しいお店もできてきて、そして2周年と100店舗、はい、重なってますけどね、これ、究極 V モンキー西村が心が止まらないさんも、伏せ店で2年ということになりますよね。おかげさまで2周年。おかげさまで2周年。はい、いやー、これちょっと、盛大に祝っていかないといけないということで、はい、ぜひとも、あの、はい、お客さんも一緒にね、祝っていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。もう打とうということで、じゃあ9月次の月は何なの、土下座でお出迎えなのということで、今月がヤンキー座りお出迎え、来月が正座でお出迎え、はい、ボイツさん9月は、9月は正座でお出迎えさせて、引き続き正座でお出迎えさせていただくということで、はい、店長、8月になっても、はい、もうまたね、7月まだまだ、ちょっと残すところありますが、7月ちょっとお店からのお知らせなんかありましたら。そうですね、7月全然話聞いてなかった。入れ替えなんかもあったりしたんじゃないかなと思うんですが。あ、そうですね、はい、入れ替えなんかもありました。はいはい。紹介しなくていいですね。はい、まあ、そのあたりは P ワールドとご参照いただいて、そうですね、はい、あの他の店舗にも入ってるものが入っております。なるほどなるほど。ありがとうございます。伏せ店にしかないのはトラッドぐらいですかね。トラッド、そうですね、トラッド入ってます。はい、皆さんもありがとうございます。皆さんお晩です。2日ぶりに山形県から見てますとかね、はい、こんばんは、こんばんは、久々の伏せが楽しみですということで、2ヶ月ぶりぐらいですか。そうですね、はい、2周年祝うのはやっぱりリンゴのケーキじゃないとなとね、リンゴにケーキ作らさないとと言われてますが、はい、あれいつでしたっけ、5月ぐらいでした。西村さんは出てない、タウンライトの、そうですね、ちょっとね、はい、1周年ということで3月です、はい、3月にやった放送で、じゃあ来月も、そうですね、一応来月も2周年のお祝い放送ということで、はい、予定しておりますので、じゃあちょっとソラリンゴさんにまたケーキ作ってもらうかもしれませんので、はい、放送でもお祝いしたいと思います。はい、福島県からこんばんはです。階段を踏み外して捻挫してしまい、足首が痛いです。あれ、店長、水杉店長、はい、捻挫には捻挫したという方にはどういうちょっとアドバイスが。そうですね、ちょっと私自身も、はい、あの咳が止まらなくてですね、今ちょっと、はい、はい、どうしたら、トローチとか
いや何もしてないんで、はい、多分何もしないのが一番だと思います、はい、何もしない方がいいんだそうですね、はい、病院とか行かないんで大丈夫ですか。自然に自然療法に任すということです。足首の捻挫もちょっと自然療法で、はい、なんとか気合で頑張っていきましょうか。お願いします、はい。ということですので、今日じゃあね、久々に伏せ展ということで、何かね機械触りたいと思うんですが、何、はい、店長打ちましょうか。いやもう今日はこのまま終わりましょう、はい、このまま席止まらないしそうですね、もうこのまま終わりましょうか、はい、ずっとじゃあ明日の開店までボイツーさんそのまま正座で待機していただいて2時間カメラはずっとここのまま流しっぱなしで置いておきますので、3時間後ぐらいにちょっとね、はい、足首痛くなってくるんじゃないかなと思うんですが、すでに痛いです。このボイツーさんのライブカメラだけ置いて今日はもう番組終わりましょうか。はい、まあ、その辺にバラエティーコーナーを設置してますんで、はい、自由に自由自由に打っていこうかな。好きな機種を好きなだけ打ちたいな。なるほどなるほど、はい、まあ、せっかくね天の声大作戦昔伏せでやってましたし、はい、またコメントで皆さんからねこの機会が見たいとか、いうお声がありましたらコメントで教えていただきたいかなと思うんですが、はい、よろしくお願いします、究極 V モンキーさんもなんか久々に出演ということで、はい、なんか久々に久々です、はい、はい、特に何もない特に考えはないということで、まあ、皆さんもね、天の声で究極 V モンキーちょっと名前が、ね、長すぎて呼びにくいのでまた改名案など、ボイズさんもちょっと今日また放送中に改名案募集ということで、はい、お願いします。お願いいたします、フリーズが見たいですということで、フリーズする機種、フリーズする機種何か選んでいきましょうか。わかんない。フリーズする機種何かわかんない、真ん中の可愛い子ちゃんは写りが悪いね、実物の方が可愛いんじゃないか。向かいのアパートの住民より、住民の友人よりって どなたですか。特定した。特定しましたか。特定した。誰だろうな、チャド伊藤さんですか。ありえる。ありえる。今来ました皆さん、こんばんはということで、ね、皆さんありがとうございます、西村さん手を振ってってことで、なんか西村さんむちゃくちゃ髪の毛伸びてませんか。そうです、もうすぐ切るところです。もうすぐ切るところ、はい、なんかね単発のイメージがあるんですけどね、今日はリンゴ呼んでないのということで、本日は私お一人でございます。監督は痩せましたかってね。監督はもう伏せにはいませんよ。はい、多分痩せてないです。全然豊中北でお見かけするんですけど痩せてはいないですよね。そうですね。森店長と何でしたっけ、小学校からの小学校？小学校が一緒ですね。一緒、はい、森村井コンビみたいな感じで。いや全くないです。たまたま話し込みで見ると、地元が 豊中兵庫、豊中でしたっけ？はい、ホタルガ池です。あ、ホタルガ池。はい、むちゃくちゃ、じゃあ今村井監督が豊中北にいるのもなんか、そうです、ね、縁があるんですね。実家の近くということで。はい、そんな理由があったんだ。あ、皆さんかもね、すみません、ありがとうございます。バジ絆でも打とうかとか、テロフォーマーズでプレミアのタマちゃんを出すのがいいんじゃないかとかね。あ、じゃあ早速、いろいろいただいてますが、どうしましょう。第もう3人もいますんで、このバラエティからいきますか。そうです。何かちょっと西村さん、はい、何機種か上げていただいて、その中からまずは選んでいきましょうか。はい、選んでいいんですか。はい、もちろん選ぶのは今ご視聴いただいている皆さんなんですけど、候補を挙げるということ。はい、パチンコに移動しようとかね、今日はスロットでもう行きましょうかね。バジ絆打ってとかね、早くバジ打って、指定台やめろって指定台じゃない、冬曽根打って、このパチ番組全然台打たなくなったねって。そうですか。伏せちょっと最近久々に来たんですけど。久々、そうですね。は、はい、前回何してたんですか。ケーキ作ったのは前の前ですもんね。伏せはちゃんと打ってるんじゃないですか、うん、毎回。はい、ちょっと遠い、ちょっと遠いですね。じゃあちょっと台行きましょうか。今いただいてるのはテラフォーマーズバジ絆、天の声と聞いて飛んできました。キスの味か、キスの味がリバースの味の人はどこ行ったのって、あれはチャド伊藤さんじゃないですか。さあじゃあちょっと西村副主任、はい、あ今
主任。バラエティやったら、はい、人気なのバイオ。いや僕個人的には、はい、北斗救世主打ちたいです。北斗救世主不正に長いこと北斗 F ありますね。そうですね。バラの台打ってよ。あ、バラエティ行きましょうか。不正は全ペカが懐かしいとかね、やりましたね。ジャグラーやりましたね。あ、はい、店長も何か。はい、そういうボケがってる。この機種はというのも、そうですね、今日もジャグラーペカなします。今日も結局、まあ、結局ジャグラーになるね、可能性は高いんですけど。バジ物語。なるほど、気候のチャンネル関西版で昨日前日と前々日に台を打ってないから久々だねということで、あ、ちょっと伏せは真剣に打たないかも、打たないといけないかもしれないんですが。そうですね、ちょっとバラエティもねたくさんありますんで、はい、ボイツーさんのこれはというのはありますか。僕はそうですね、バイオハザードシリーズ。はい、バイオシリーズ、エウレカ7。はい、エウレカ2。はい、パトラッシュ投与って服部くんまだですかってね、もうあのずっとね不正長らく ご視聴いただいてましてありがとうございます。ちょっとね音量がね、はい、多分みんなでかい。あ、そうですね、ちょっと調整できる音量を調整できるサミーさんの新しいのとかそのあたりがいいのかもしれないですね。じゃちょっと何点かどんどん、どんな台があるか調整し、ちょっとでかいですね。バジがいい、バジ打って、バジ打って、バジかなり人気ですけど、バジ、ね、バジ打ちますか。じゃあ、はい、はい、バジリスクはここにはない。隣ですね、隣、はい、あ、ここのユニバーサル系の、はい、そうです、隣。バジもでもねちょっと台の音量がでかいと思いますんで。どうしましょうか。バジ2ならここにありますからね。はい、選択肢。バジがいい。ボイツーさんは、はい、バイオ以外で、バイオ以外で、はい、戦国コレクション。戦国コレクション、アリアが寂しそうにこっち見てるぞって。あ、バジ2でいいよって。バジ2、バジ2。じゃあちょっと最初バジ2あたりからいきましょうか。音下げるようにします。ちょっとじゃあ台開けていただいて、あ、バジ2でええよってね。正式名称は究極 V モンキー西村心が止まらないさんでしたっけということで、もう本当にね不正にってことはもう本当まるまる2年3年目になるんですか、西村さんも。はい、まだ8月で、はい、まあ、けどオープン前から来てるんで、あ、もうじゃあ2年経って3年目。はい、あ、今日いろいろ何しようか、ゴッと引くまで帰れまてんとか。フリーズが見たいっていうお声があったんですけど、バジ2のフリーズどんなもんでしょう。確率、確率ですか。はい、ちょっと僕分かんないですね。じゃあ一番フリーズが見やすい機種、これはというのありましたら、とりあえず偽物が音量下げれたんで、はい、どうぞ。なるほど、偽物が音量下げれる機種を、ね、選んでいくということで、トマトが見たい。トマト、なんだろう、あ、リノ、リノ、リノってここにありましたよね、確か。じゃあまずは、あ、早打ってバジということで、ちょっと待ってくださいね、カメラ移動いたしますので。リノなんて音量下げれる、無理やんな。無理です。まあ、リノはそんなにうるさくないと思いますんで。じゃあリノにしようかな。はい、じゃあまずはじめはリノとバジ2から始めまして、また途中でね天の声で、ちょっと移動してっていうお声がありましたら、どんどん移動していきたいと思いますが、音量調整できる台に限るということで、本日は、この店はリア充だらけだっけということで、皆さんもね、手の声ではないんですけどご質問いただいてますが、早速ですが皆さんの甘酸っぱい初体験のお話をお願いいたしますってことで、これなんか前回やってませんでしたっけ。前回しましたね。なんかチャド伊藤さんが結構えぐい話をしたような伊藤さんでしたっけ。
そうですね。でもその時西村さんはいらっしゃらなかったんじゃないですか。その時は、はい、僕と、はい、店長と、あと岡崎、あ、名前ちょっと何の岡崎さんでしたっけ。いや覚えてないです。サイレン、サイレント、サイレント岡崎さん、はい、そして、ボイズさんもいらっしゃらなかったということで。そうですね、僕もじゃあ結構前、今日は2人の甘酸っぱい体験、甘酸っぱいかどうかは分かりませんが、マイクの音聞いていいからバジが聞きたいってバジが見たい。ところで西村さん、 PP を過去伊藤主任は今日も宝塚で安定の PP してるんですか。安定ではないと思いますけどね。じゃあちょっとカメラもね移動しますので、じゃあ成績店長はリノ、そして、バジ2どちら打たれますか。あ、はい、ボイツ打ちます。はい、ボイツ、ネギ早くカメラ、もうちょっと待ってくださいね。シスタークエスト打てや。シスクエ伏せ点、シスクエはないですね。はい、そしてもう西村、究極 V モンキー西村心が止まらないさんはもう自分で打ちたいと言ってた北斗 F をもう淡々と打ち始めていますけど。うるさいな。さあちょっと、じゃあもうね放送出て出始めて2年経ちました。究極 V モンキー西村心が止まらないさんから甘酸っぱいお話聞かせてもらえますか。いやー無理です、すいません。断るんかい。なんかそういう片鱗でも、それに限らず甘酸っぱいお話であれば、リア充な話を聞きたい。リア充なお話、リア充、王様はどこじゃ。リア充なお話って聞きたい方なんですか。これはい、西野さん、なかなかではない。ちょっとね、バジの音がね、でかすぎるっていう点がありますよね。下げましょうか。ちょっと一旦、いや、一旦ちょっとリノを打っといていただいてますか。その間に何とかしますので。リア充の話を聞きたい。サイレント岡崎じゃなくてフナッシーじゃなかったっけ。いろいろ解明があったんですね。じゃあちょっともう早速ですが、ボイツーさん、今のお名前、何かね今日の放送中に別のいろいろと皆さんからいただきたいということで、早速天の声を募集いたしますので、はい、どういう系がいいとかそういうのはあるんですか。もうお任せで、お任せで、その何か壺入りの何か文字を入れてほしいとか、こうファーストネームのこれを入れてほしいとか。あ、できたら名前は入れてほしいですね、はい、あ、できたら壺入りの部分は入れてほしい。はい、入れますね。まあ、どれか分かんないですね。入れたところで究極 V モンキー西村心が止まらないさんみたいに長くなっちゃう可能性もあるんですけど、はい、それでももういいです。あ、構わない、はい、わかりました。じゃあこの今いただいてます、天の声コメント番号をまた後で坪井さんに指定していただきますので、今いただいてる中から、まあ、これこのままなんか過度な下ネタとかかもしれませんけどね、そのあたりは、もう覚悟していただきまして、はい、うるさ。リノは地味って。リア充の話を聞きたいんだけど、この3人リア充じゃなかったっけって。あれ、西村さんはなんかもう一向にして否定してましたけど、そんな話はないですって言ってましたけど、はい、ボイツーさんは今名前選定中の、はい、ボイツーさんはそういったお話は、はい、どういったお話ですか。リア充の話がを聞きたいみたいなね、ご視聴者の方からいただいてるんですけど、お任せします。想像にお任せします。想像にお任せします。ちょっとじゃあボイツさん、その想像をするためにね、ちょっとカメラにお顔いただきまして、はい、
ちょっとボイツさんから想像していただきたいと思うんですが、じゃあ、そうですね、今いただいてます天の声の中からボイツさんの、あの天の声のミッションじゃないですからね、ネギ玉にベロ中とかいただいてますけど、これをやるんではなくてボイツさんの新しい、お名前を今天の声で決めるということで、それでは、つべさん、はい、ちょっと好きお好きな番号を、教えていただきたいんですが、69番からですね、はい、77番まで、あ、77番までちょっといただい選んでいただいて、69から77番まで、あ、ちょっと待ってくださいね、今またいただいてますんで、100番ぐらいまでね、ちょっと待ちましょうか。100ちょっと待ってくださいね、コメントありがとうございます。こんばんは、伏せとか久しぶりじゃないかということで、2ヶ月ぶりの放送に帰ってまいりましたが本当にね、ツボというね単語が入った名前もねたくさんいただいてますので、ちょっと引き当てたいところですが、今日の放送は花火柄を外して最高の大パンが見たい花火から出るのもうバジリスクとかユニバーサル系しかないですが、花火柄外しが見たいと。いただいてますね。あとじゃあ5個いただきましたら、ところで皆さん設定何で打ってますかということで、今のバジ2はこれは、これはあのいつも通りの6、あ、いつも通りの6ということで、さあそれでは、つばいさん、はい、選びましょうか。はい、とですね、70番から70から103番まで、103、はい、お好きな数字選んでいただきまして、その番号に書かれた天の声が、まあ、今から今日からのつぶさんのお名前になります。はい、ちょっと選んでいただいてます、よろしいですか。はい、んじゃあ、いただいた、まあ、何番とはちょっと言えませんが、つぼいのりおとかです、つぼ太郎サザエのつぼ焼き、つぼキングとかね、つぼった、わら、つぼった、おつぼね様とかいろいろあります。じゃあ、はい、77で。77番。はい。お、何かね、77。77で。ゾロ目ってますが、77番は、あー、外れ。いや、つぼがね、ちょっと入ってないんですけど、カタカナ2文字で、キス、キス、これなんかちょっと間違ってるんじゃないかな選び直した方がいいような気がするんですけど、ちょっともう一回選び直しましょう。これおそらく、ね、ミッション的な形でね、コメントいただいたのかと思うんですが、すいません、83番から、はい、103番の中で、この20、21個の中でもう一度選んでいただきたいと思います。んー、じゃあ94でお願いします。94番、はい、94番はそうですね、それはきっと罰ゲーム。94番、博多の塩風で、つぼいの汁、つぼいの汁、ええやん、いいですか。ちょっとじゃあ CM の博多の塩のあのイントネーションで、つぼいの汁言っていただいてよろしいですか、ご自身で。博多の汁、博多の塩は分かります CM の。博多の塩、あ、それです、それです、その感じで
え、つぼいの何でしたっけ。汁、味噌汁とかの汁ですね。いいですか。はい、つぼいの汁なんであのカメラカメラガン虫なんですか。すいません、すいません。はい、それではちょっと自己紹介していただいて、今日本日2回目の出演になります。はい、つぼいの汁。あと3回なんでもういいでしょ。いいでしょもうあんまり気に入ってないのかな、つぼいの汁は。いや、気に入ってますよ。あら、気に入ってる。いいと思いますよ。はい、カメラ拒否、カメラに拒否られた。恥ずかしいんですよ。今日はその坪井のあだ名を決めるという、はい、そうですね、皆さん博多の塩縛りでいろいろ決めてもらうみたいな。博多の塩という韻を踏んで、そう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 、まあ、そうなると最初に坪井を使わないとなかなか難しいかもしれないですけどね。坪井で始まらないといけないよ。まあ、そうじゃなくてもしっくりしたのをあだ名にするとか、はい、あ、なるほど、いいじゃないですか、店長、うん、ナイスアイデア。それでどうですかね、博多の塩、この韻を踏みつつ。あと20回ぐらいカメラに向かってやらなかった。いや、もうカメラも嫌ですよ。なんでやカメラすら拒否。恥ずかしいです。いやだからそれは名前を決めてもらうわけやから。そうですね、うん、皆さんからね、つぼいのバジってもう今カメラに映ってるのそのままじゃないですか。あ、音下げれます。しばし待たれ、伊賀者よ。もう究極 V モンキー西村心が止まらないさんはもう解明は大丈夫ですか。はい、もう一生これでいきます。何回か解明してますからね、なんだかんだ言って。一回解明して取り戻したんです、はい、最終的に戻ってきたっていう。つばじ、つばじ、つぼばじ、つぼばじ、あ、つぼばじいいっすね。つぼばじ、あ、バジを採用する方向で行くんですか。はい、バジリスク好きなんで。あ、なるほどなるほど、つぼばじ。まあ、それ以外でもちょっとしっくりくるのがありましたら、はい、つぼぶりでいいんじゃん。いや、もうお、これちょっとね、後ろがカメラで撮ってるからかわかんないですけど、いいのいただきましたよ。刈り上げ綺麗って。あ、ありがとうございます。刈り上げが綺麗っていう。一回やってみようよ。じゃあちょっと自己紹介していただいて。おう刈り上げ綺麗。なんでちょっと照れて声のトーンが下がるんですか。ちゃんとやって。美しい風景でございます。なるほどね、刈り上げ綺麗。ちゃんとやってくれ。やりました。つぶな、や、逆切れやめてください。さっきのやったっけ。つぶ、あ、つぼいの汁。どっちがいいか比べたいから連続でちょっと。あ、そうですね、連続ですか。はい、お、西村さんがちょっといいアドバイス。これは投げろだろ、ちょっと比べたいということで、まあ、最初にいただきましたのが、はい、本日2回目の登場となりました、はい、キコーナー伏せてんのつばいなしる。はい、そして、キコーナー伏せてんの刈り上げきれい。きれいの決め顔がいいですね。よく言われます。あ、早く打ってって。早く打てよ、早く。ここでチャンス目です。上司からの無茶ぶりが来てるって。酒飲めよ、酒飲んで放送出ろよ、ちょっと照れすぎやろって。海岸チャレンジ、西村さんの名前は変えなくていいよってね。ありがとうございます。お、つぼいのプロってね。うるさ、パワハラはダメだよ店長って。そう、どれがいいですかね。どれにしましょう。マイク入ってますか。はい、マイク入ってます。ちょっとマイク の黒いところを口元に近づけていただくと。はい、あ、入りました。あ、勝負がみたい、波乱がいい。勝負、どれがいいですかね。勝負、勝負、
波乱がいい、波乱がいい、波乱がいい、まあ、いろいろいただいてますが、あのランダムでいいですかね。ランダム、ランダムとかできるんですか。なるほど、あ、自分でランダム。お、当たった。言ってる間に究極ブイモンキーさんが、あ、巻き物引いた。あれ波乱、あ、勝負だったらこれ良かったんじゃないの、ね、関係ない。どっちが、今見てるとね、でも波乱がお好きっていう方の方が多いですね。つぼいのに合わせて、ネギ玉キスって罰ゲームじゃないですよ、まだ。つぼいのあごとかね、つぼいの絆とか、つぼいのあれ、意味的な意味で。ちょっと今のところ気に入ってるのは刈り上げ綺麗ですか。はい、昨日髪の毛切ったばっかりなんでねそれで余計ね、生え際が整ってるということで、はい、じゃちょっと、西村さんの方にはカメラもうちょっとね頑張らないと届かないんですが、坪井さんでええかなってもうシンプルにね坪井さんになっちゃってますよ。ありがとうございます。あ、向こうまではカメラ届かないですか。あ、もうじわじわと寄っていけば届きます。確実にリノを映してるより向こうの方がいいと思うんですけど。おぼろ出てきた。なるほどなるほど。じゃあちょっとじわじわと北斗の方にも寄っていきますので。当たりました。当たった時の、お、誰が、誰が当てたんですか。誰が当てたんですか。誰が当てたん。刈り上げ綺麗です。それ気に入ったね。ちょっと徐々にこなれてきましたねそっちを気に入ってたんよ、実はしっくりきました。いただきました。波乱の神って、神、神は波乱じゃないですよ、結構安定の方ですよね。何ゲーム目で当たったのということで、はい、何ゲーム目で、何ゲーム目で当たったんですか。あー、ちょっと覚えてないです、見てなかったです。はい、おぼろのカットインで入りました。なるほど。つぼいでゴーってあー、バジいいとこなんだから、まあ見事海岸チャレンジから当選いたしまして、波乱って自分で選ばないんだよねとね。ああ、なるほど、それで余計ね、つぼいさんに当てていただいて、ようやく2セット目。ちなみに今の回転数は何回転目で当たりましたかということなんですけど、今156ですね。はい、つぼいでゴー。皆さんからね、質問、ご質問いただいてるんですけど、伏せ点ではどんなポケモンが出ますかということで、まあ、先ほどつぼいでゴー、まあ、ポケモンゴーって今なんか流行ってるみたいですけど、はい、まさに職場でも流行ってるゲームですね。あらら、今この3人で、3人の中でやってる方は、多分僕だけですねこの中流行ってるっていう、もうスタッフの方がね、はい、もうほとんどやってますんで。あらあら、はい、じゃあ伏せ点では何がゲットできるんですか。伏せ点はね、はい、コラッタですかね。コラッタ、結構なんか割とどこでも手に入れそうなんですけど、はい、まあ、伏せても伏せだと何が、なんか今坪井さんが持ってるポケモンの中でこれはレアだなみたいな、はい、あー、そう、いや特にレアなモンスターはいないですかね。いないんだ。今じゃあスタッフさんの中でレアなモンスターを持ってる方もいる。まあ結構いらっしゃいますね。はい、なんていうんですかね、結構有名なとこ行ったら、はい、いらっしゃるポケモン、有名なとこに行ったら、なんか大阪でやったらなんかピカチュウとか、はい、ガーディとかはなんか結構持ってる方は多いですけどね。え、大阪でしかゲットできないとかあるんですか、その地域的な。あの大阪でなんかよく出てくる、なんか大阪城公園やったら、はい、ガーディが出てくるっていうので、へー、なんかガーディ持ってる方は結構いますね。あ、そうなんだ。はあ、あ、ちょっとね、バジですいません。
え、西村さんもやってないんですか、ポケモン GO。 今坪井さんが言ってましたけど、それは聞かんといてほしいです。え、聞かない、聞かないでほしい。なんだろう、ポケモン GO で対応なんか機種が非対応なんですよ、対応してないんですよ。だからバリ傷ついてます今ね。え、シャープ製じゃないですか、もしかして。そうなんですよ、私もなんですよ。あ、そうなんですか。非対応、もうそれの機種変するかどうかみたいなね。機種変まではいかない。まあ その頃にはなんかもうブーム去ってるんかなって思う。今じゃ間に合うんじゃないですか、ギリギリ。もう今じゃあ坪井さんの携帯、はい、携帯をねちょっと使わせろって感じで。使わせろ。ちょっと休憩時間だけポケモン GO やらせてみたいな。休憩時間。あ、じゃあ、アクオスやれないんだって。アクオス、ちょっと非対応の携帯の方はどうすればいいんですかね。もう待つしかないんですかね、対応するのを。まあ、時期になるみたいなは言ってる。あ、そうなんですか。それまではちょっと、機種変するか、もうちょっとやれないまま、もうポケモン GO の話題は振らないでみたいなね。ポケモンを嫌いです、ブームされるのを祈ってるだけ、祈るぐらいですかね、うん。伏せ点では設定録画ゲットできますって言っとけよって。具体的なんダメですからね。でも伏せ点でガーディゲットしたよって。あれ、ここでガーディ出てきたんですか。あら、すごいですね。ちょっと坪井さん、ちょっとまだガーディ持ってないんで欲しいですよね。ちょっと大阪城公園に行かなくても気候な伏せに来たらガーディが手に入る。え、そんなにレアなんですかガーディって。あんまり見ないですね。へえ。じゃあちょっと店長、はい、伏せ店に来れば。そうですね、レアなポケモンも手に入るということで、はい、ぜひぜひ。ああ、いいですね。でも、伏せ店はスロポケモンのカリアゲーがおるやんかそれ面白い。カリアゲー、僕ポケモンですか。カリアゲー、カリアゲー、その鳴き声聞かせてや。はい、カリアゲーの鳴き声。もう、ああもう。あ、今の声やった。今のが鳴き声だった。今の鳴き声やった。モンスターボールが出てきて、あーもうってやったやん。そうですよ。ゆけカリアゲー、あーもう。最初から嫌がってるやん。あ、じゃあね、ちょっとガーディー皆さんゲットしていただきたいと思うんですが、あ、でも18歳未満が入場できないとこにレアがいたらまずいんじゃないのって。あ、そうですね、その小学生の方でねやってるとか、ちょっとお父さんに頼んでもらって、ちょっとねゲットだけしに遊びに来ていただければと思うんですが、じゃあ早速天の声ミッション行っときますか。ドクリンゴさん、元井V モンキーさん、え、早速ミッション行きますか。天の声ミッション行きますか。今日はでもカリアゲーさんがね、カリアゲーさんにもう変わっちゃいましたけど、名前あれカリアゲーさんでいいんですか。はい、ポケモンバリのハーフさんもいるよねってチャドヒトさんですからね。カリアゲーじゃなくてガーリンなら吹田にいるよってガーリン名前つながりでね、西田店長。やっとポケモン GO をねプレイされてる方は、やっとポッポを最終進化系のピジョップにした。ピジョット僕持ってますね。あら、あ、もうじゃあガーディは持ってないけど、ね、結構やり込んでるんですね。ピジョット、ポッポがいっぱい出てくるんでね。あー、それで割と比較的に、はい、そうですね。ちょっとね、今もう早速カリアゲーさんがミッションやるって言った途端にたくさんのミッションいただいてますが、じゃあ今から、手の声募集いたしますので、前回は2分でしたか。じゃあ2分タイマー、用意しますので、皆様からカリアゲーさんにやってほしい台、もしくは移動してほしい台等々募集いたしますので、なんかさらっと馬術が単発で抜けてるっていうことなんですけど、抜けてます。ただですね、大移動はちょっとねカメラの、距離に制限がある場合がございますので、その場合はあの音声のみでお伝えすることになるかもしれませんのでご了承ください。西村さんは偽物語ということで、今
ちょうどスイカを引いて、これあれですよね、普通の偽物語ですよね。はい、普通の方です。ノーマルタイプの方じゃない。はい、ちょっとね、いただいてるミッションにキスとかが多いですけど、これはあれですか、西村さん、はい、誰のせいでその伏せ点ではキスが入るようになったんですか。あれ誰からなんですか。なんか僕出てない時やと思って西村さんではない。僕はそれの巻き添え食らっただけで、食らって、僕の前ぐらいが始めたんではない、はい、ああなるほどね。なんかあれでしょ、他にいただいているので言うと、社員同士でキスとかですね、カメラなしで J ラッシュ1時間打つとかです。コーラ行き、コーラをネギに口移しとか。もうでも本当にあキスが多いですが、その隙間を縫ってですね、ぜひちょっと面白い手の声たくさんねいただいてますので、カメラなしで、カメラなしでとか言う、僕一回やったやつ音だけみたいな、ね、やりましたやりました。あ、カメラなしでシリーズ多いですね。じゃあ、230番までいたしましょうかね。230番、はい。じゃあちょっと、刈り上げさんもこの後で選んでいただくんですが、はい、170番からちょっとねタイマー次用意いたしますので、じゃあ今から用意いたしますので、はい、とりあえず230番までといたしましょう、はい。それでは刈り上げさんの最初のミッションということで、手の声ミッション、はい、なんじゃ死ぬとかはダメですよ。可能な限りね頑張らせていただきますが、171番から230番までの中で、230番まで、はい、ちょっとじゃあお好きな番号を選んでいただきまして、じゃあ198番を19%、198、はい、危ない危ない。197がコーラをネギに口移し、うわやお、199番、後ろの199が店内10周、やば、危なかったですね。ですが198番が、キスということで、はい地雷源は、まあ、ただこれね誰が誰にとかね書いてませんが、ちょっとちょっと僕の場合はい、ちょっと結核かもしれないんで結核思わぬここで10秒アピールが来ましたけど、はい、あ、はい、咳がちょっと、なるほど、はい、口内感染してしまう可能性が、はい、結核だったらここにいっちゃいけないかもしれない、はい、そうなんですよね、早く治して、病院行ってないんですいません。あ、別に結核でも構わないよじゃあ、ね、今入れた方来ていただけたら、なるほど、はい、あ、もういきなり営業中に、はい、全然しますけど、水石店長営業中にいきなりお客さんにキスしてたら周りの何も分かんない人びっくりするえ、奥さんみたいな男の人かもしれないよね。男性だったらなおさらびっくりするでしょえ、結核の人おる店行けへんやろ早くね直してくださいね、あったかくして寝た方がええぞって、嘘ついたから店長と。いやいや本当にわからないんでこれは。あ、ちょっとその咳の原因がまだわかんなくてね。そうですそうです。当たりました。ちょっと変な。なんか当たったっぽい。キングオブモンキー西村心が止まらないさん。ボーナス。はい。で誰とするの？選ばせてあげるよって。キスね。はい、まあ、ちょっとトライ用によっちゃいろんなものともキスできるかもしれませんが、テラフォーマーズの役物とかもキスねできたりしますし、はい、それありっすね、テラフォーマーズな、あー、ちょっとね、でもテラフォーマーズは遠いかな、裏側ですかね、ここ裏側ですね、この島内だと、お人形がついてるのは被弾のアリアぐらいですかね皆さんこれね、キースキース、おー中学生か、
他にいただいてました天の声はジャグ5ペカ、あもうなんか伏せて定番になってたやつですね、J7P とか J5P 森店長 J7P、店内刈り上げさんへのミッションって言ったのに森店長がやるっていうね、店内マラソン15分間15分、きつ、カメラありで BL、最近の重大ニュースを発表するとかですね、カメラなしでガロを当てる、 V モンキーが店内マラソン10分、 J ラッシュに移動する、初体験告白とかたくさんいただいてました、初体験いいじゃないですか、初体験ちょっとキスのもうネギ玉にキスでいいよ、ネギ玉犠牲になるよって、とりあえず早くしてミッションが進まないから、刈り上げさん誰とキスしましょう、お、なんかマクロスの歌みたいじゃないですか、アリアアリアとキスですか、あ、アリアとキスしたい、玉ねぎとでしょう、じゃあちょっと一瞬バジリスク2離れまして、あ、はい、一瞬ねミッションのために刈り上げさんこっち行きましょうか、はい、ちょっとねアリアとキス、命令は絶対でネギ玉でしょ、今度からミッションは誰と誰かを書こうねと、もう、もう慣れこなれてる方がねえでも僕がアリアとチューしたら、はい、怒っちゃう方は売ってくれますかこれ、もうこれ逆ある意味ね明日朝一に撮れば、はい、刈り上げさんと間接キスできるという、もう映像に残っちゃってますからね、ですね、ベロチュー、薬物はダメって激おこだぞってね、ちょっと怒ってる方も、いやアリアはちょっとやめません、でもあ朝一、うん、なんでなんでアリアファンの方が多いんでね、アリア、じゃあそのヤッターマンの豚とか、ヤッターマンのおだて豚あ、ヤッターマンのおだて豚ならいや、タツノコに怒られますよ、森店長アリアにすんなってこい、刈り上げさん、じゃあどうします、ゴキブリにしろよ、ゴキブリにテラフォーマーズがいい、ゴキブリにしますか、でゴキブリはね、ちょっと頑張らないと、この裏ぐらいですか、その本は裏です、ゴキブリにしろって、森地、鈴木店長、咳の原因は絶対タバコですよね違います、違う、はい、ちょっとね、直して、いただきたいと思うんですが、足の裏にしろって、ゴキブリにしろ、それはやばいです、ちょっとアリア、皆さんに怒られつつもちょっとね、刈り上げさんのキス見せていただきたいと思いますんで、はい、ちょっとまずはもう店長でいいよ、もう店長でいいよアリアの代わりに店長でいい、ちょっと、刈り上げさんへのいただいたミッション、ちょっとキスということでしたので、ミッション見せていただきたいと思います、なんでカメラに覆いかぶさるように、はい、ミッション終わりです、え的にゴキブリはちょっとリアルゴキブリにキスって、いやそれはダメです、それはダメ、えはぁって、えちょっとなんかカメラにかぶさって見えなかったですけどね、あ、ほんまですか、じゃあもう一回ですか、あれでちょっと皆さん納得、あ、してたしてた、ちょっとちゃんとやってくれへんしてたよ、ちゃんとやってくれへん、ちょっと皆さんもね、してないしてない、ノリが悪すぎて、やっぱりネギとキス、ちょっとアリアもね物欲しそうな顔してますから、ちゃんとね店長としろよちゃんとチュって音はしてたよって、ちゃんとしてたよってちょっと刈り上げさん5秒間ちゃんと見してよ、じゃあちょっとあのお手本、店長の男気を見せて店長とやってくれよノーコメント、そこはノーコメント、僕ですね、はい、いや今入れてくれた方が来てくれたらちょっとするんですけど、はい、あ、なるほどね、本当に結核の可能性あるんでそれはちょっと控えていただいて、まあ、それはでも男性女性問わず、うん、そうですね、あのニコ生のあれを見て、はい、店長とキスしたいんですけどと、そうですね、はい、思う、
これですよ、刈り上げさん。はい、刈り上げさんも明日別に大丈夫？はい、あ、そんな簡単にはいってむちゃくちゃ簡単に言いましたけど、キスは誰も得してないぞって、覆いかぶさってたけど、あんな感じで刈り上げさんはチューするんだねって、まあ、ちょっとね、カメラには見せれないよということで、はい、もうちょっとミッション、手の声をね、手の声には絶対ということだったんですけど、エンディングでするってね、あ、ちょっとね、カメラ移動すればテラフォーマーズの方に行けるかもしれませんので、うわ、なんかがっかりすぎるぞ。やってない、やりましたよ。あ、やった、はい、見てないだけですよ。やったと言い張るちょっとね、じゃあちょっと今のはどうかわからなかったので、もう一回刈り上げさんに改めてミッションという形でいいですかね。なんかキスというあのふわっとした感じだったので、そこでつぶやさんもあの選びにくかったのかもしれませんので、じゃあ人工呼吸のお手本しなくていいの人工呼吸してるところフリーズして、あ、ちゃんと焼くものに下入ってたよ、見えたよって明らかにカメラにかぶってたでしょ焼くものに下が入ってるかどうかのね、監視員もいますからね。ちょっとね、はい、はい、今までずっとリノを売ってきましたけど、はい、あの後ろでカメラのないところでカメラのないところでリノをずっと売ってきましたけど、はい、鈴木船長、苦痛すぎるのでやめますリノは移動ということで、山さんの生産音だけが悲しく鳴り響きましたね。ほらよ、まあ今のはリスナーも悪いから仕方ないから諦めくと申し訳ありません嘘つき店長に改名するぞって、まあ、嘘つきかどうかはちょっと伏せ店に遊びに来ていただいて、店長とキスさせろとあのカウンターでお願いしていただければ。そうですね、はい、8月1日、8月になって1日は店長は、あ、もちろん出勤しております。あ、出勤ということで、はい、お、当たったということ、あれ馬術、馬術当たりますね、これ。じゃあ V モンキーにやらせとけ。お、見事、お見事、 ART、 お見事今の当たってからの開眼した時の目、ちょっと振り返り際に、あ、ちょっとね、バジがお好きだということですので、それはほんまもうだ、泣き声からの何やったっけ、刈り上げ、刈り上げ、刈り上げの自己紹介、あの振り返って振り返って、あのわざとなんか聞こえないふりしてませんしてないです。台を見せろや、台を見せろやじゃあちょっとあの源之助様の、ま、ね、海岸のモノマネがキコナ伏せてのスタッフさん同士でも名物になってるということですので、そうですね、はい、よくやってます。初めて聞いたんですけど初めて聞いた、ちょっと一区切りでちょっと今やってくれたら、ちょっと源之助様、まあ、早い早打てと言われてますけどね、ちょっとあの区切りが欲しいから今俺、あのズバババババーというズバババババ、あの海岸ですよね。そうですそうです。じゃあちょっと刈り上げさんの、はい、源之助様のズバババババーまでカメラ振り向いていただいて3秒前、ま、全く何するか全く、ま、もう何したらいいんですか。おう言うてる間に上手乗せしてますけどね。まあ、じゃあちょっともう、次はね、もう視聴者の皆さんも具体的なミッション書いていただけると思いますので、はい、お願いします。ちょっとね、連続してというのは久々になったんですが、西村、結局 V モンキー西村心が止まらないさんはあのミッションは欲しくないですか。まだまだ大丈夫です。大丈夫、はい、まあ高確率で J ラッシュに飛ばされる気がするんですけどちょっとね、僕はまだ仕事残ってまして、あ、はい、ちょっとじゃあちょっと今も LINE がずっと鳴り続けてる状態なんで、ここじゃあ、はい、すいませんが刈り上げさんにちょっと席をまたじゃあ書いていっていただけるということですね、はい、マイクだけ、お、あの、あ、はい、じゃあすいません、お願いします。やばい、あれ、あ、僕も
え？やばいって何？出た出た。何もやばくないのかな。西村さんもまさか？ラインがめっちゃ鳴ってる。ちょっとラインがやりやまないんで。まさかの刈り上げさん一人を残して、はい、あ、逃げたなってもう奇数構成になるのになる前に、バジ打ってればいいよって、うん、だってミッションクリアしてないからって。あ、店長全然もね仕事頑張って行ってきなということで、またね戻ってきていただけると思います。こんばんはです。この人オコなのって皆さんね、刈り上げさん、はい、2回目出演ということで、はい、ちょっと初めてご視聴いただいたという方もいらっしゃいますので、改めて自己紹介しといた方がいいんじゃないですか。お願いしますカメラの方あれちゃんとしてよ、ちゃんとしよう。刈り上げ君、他の曜日のスタッフ見習おうか、照れすぎや、ちょっと、はい、照れすぎ、ちょっとアドバイスも、はい、おそらく関係者の方と思われる方からのアドバイスもいただいてますんで、じゃあちょっとね、その、まあ、ご視聴いただいてる天からのね声もちょっとソフトなのからしていったら、ちょっとほぐしていくような感じでいいんじゃないかと思いますので、次いただく予定のミッションはそういったソフト向けなのをいただければと。刈り上げさんも、あ、なるほど、天の声ってこんなに何か温かいものなんだというのもなんとなくイメージできると思いますので、あ、ソフトにしてやるよってご協力ありがとうございます。さすが天の声、優しい。なんか西村さん、このぐらいがいいんじゃないかみたいな目安を教えていただきたいと思うんですけど、目安こんな感じで天の声いただいたら嬉しいなみたいな。何にも浮かばないです。浮かばないです。あ、初めていいのということで、はい、天の声いただければと思います。次のキスのために歯磨きに行ったのか店長むちゃくちゃエチケット守ってる刈り上げ綺麗ですよ、ちゃんと映ってますよ、ありがとうございます。帰ったら店長と、あ、またまた、あら、短髪、また短髪っすな、ないソフトにって言ってるのにね、なんかむちゃくちゃえげつないの来てますけどね。刈り上げさんはどんなのがいいんですか。こういうのだったらもうソフトなんでお願いします。ソフト、具体的には、具体的に、はい、もうソフト、もう誰が見てもソフト、はい、具体的にって言ってるじゃないですかソフトしか言ってないですけど、モノマネとかよ。キコナフセテンスタッフの中でもかなり受けがいいと言われてるモノマネ。いや、僕何にもモノマネできないですよいわゆる持ちネタってやつですね。持ちネタゼロですね僕ちょっとね、ソフトなのか分かんないですけど、ネギにタイキックとか、とばっちりシステムがね、俺はソフトなのでお願いしますね。あらあら、ジャグラー、やっぱり伏せ点といえばジャグラーが来ますか。はい、ロシアンジャグラーの仕込みをしてください。お、モノマネもいただいてますよ。おっと、あ、かなりね、もう本当ソフトだって分かるのから、はいはい、次当たるまで空気椅子とか、ソフトかハードかで言うとおそらくハードになるんじゃないかという。空気椅子はやばい、はい、ネギからとネギにっていうのね、ちょっと使い分けてる方、ネギからでお願いしますね。はい、それでは残り5秒、4、3、はい、それではすいません、はい、刈り上げさん、はい、ちょっとね、たくさんいただきましたので、先に名前のね、キスさんになったのか、ちょっと今のところ、つぼいのしるさんで、いただいた天の声だったんですけど、はい、ちょっとね、本当たくさんいただきましたんで、結構幅ありますんでね、はい、あれは何番かな。じゃあ、2回目のミッションということで、ソフトなの、333番から、422番まで、はい、90個コメントいただきま、天の声いただきましたので、
はい、ちょっとねソフトなのから明らかハードじゃねっていうのも混ざってるんですが選んでいただきたいと思います。はい、まあ、でもねソフトかどうか分かんないんで2個選んでどっちかっていうのでもいいです。あちょっとあの変則的にはなるんですけどちょっとソフトそこら辺をねソフトにさせていただきたいかなと思います。何番からですか。え何番から。あ2個とか甘くねってじゃあ刈り上げさんそれでよろしいですか。はい、ピンポイントでね、はい、333番から422番まで、はい、じゃあゾロ目で333で。あらゾロ目で、たくさんいただいてましたが、今日のお昼ご飯発表とかですね晩ご飯を吐き戻すとかですね、上司の秘密を暴露する西村が腹筋背筋腕立てオール30回2セットやるめっちゃ多いやん。 V モンキーが J4P、ロシアンジャグラーの仕込みして刈り上げが店内マラソン10分やってネギが炭酸2缶一気に飲むとか、ね、おいおいおい多かったですね。解明最寄り駅を発表するというあ発表できますか。 今でも全然できますけど、まあ、それはでもただ選べなかったんで、はい、上司の秘密暴露多いですね。音の名前公表、おかんの名前公表とかですね。ネギ玉から全力ビンタ、ネギ玉にケツバット、おかんの名前、元彼女の好きなところを言うとかね。うわ、うわ、それ。あ、なかなかソフトな。さあ、333番、何かちょっと見ましょうかね。ゾロ目？ゾロ目です。はい、刈り上げさんの2回目のミッションはひらがなで切腹となりました。接客？切腹。切腹？はい、切腹。なかなかソフトな、なかなかソフトですね。ソフトなのが死ぬだけってことなかなかね切腹無理やろってやり直し選び直しだね。接吻かと思ったら切腹かよって切腹やで向こうやはセーフでいいよ。もう一回選ぼう、やり直し。じゃあもう一回333番から422番までおいまた俺の選んだよ。ちょっと切腹はダメですよね。じゃあ運命かよってあギリギリ切腹ぐらいならできるんじゃねえのギリギリももう入っちゃったらダメだよ。浅めでいいから。浅め？浅めにね、ちょっと一針ぐらいで済むぐらいの334から422で333は除きで。じゃあもう一回、はい、ソフトなミッションということでね、皆さんたくさん手の声いただきましたんで、血みどろ配信かよって血は出るよ。じゃあ今クレジット39なんで390番。390番。はい、ちょっと待ってくださいね。おっと390の前後がですね389番と391番がどちらもモノマネだったんですけど、それを避けての390番、ネギから全力ビンタ。私ネギ玉からだいぶソフトですねだいぶハードです。西村さん結構ほーって言った後によかったよ。ハードでしょ、だいぶハードでしょだいぶハード。坪井さん引きが弱いなほんま弱いですね。まあこれ手の声ということでね、早しよ早しよ早くしましょうか。じゃあお願いします。じゃあちょっと馬術見たいということで一旦、はい、一旦ちょっとミッションのためにテキパシキしないとぐだるからバーンって殴られた後に、はい、あの今日決まった名前をつぼっち移動とかもうニコ生出ないとか。じゃあちょっと あれやってな。あここにこちらに立っ て、はい、いいですか。食らってからこれ中途半端やったらほんまねこれね、いやほんと全力ビンタと言われたんで、はい、ちょっとその代わり
刈り上げさん申し訳ないんですけど、ビンタする前に一発先にこっちにやっていただいてよろしいですか。私にしていただいてから、どのぐらいの加減か分からなくなっちゃうんでね。軽くやるんですか。いやいや、全力でって、ちょっと西村さん怒ってくださいよ。軽くですかってね、今天の声や、天の声にはね、絶対というのが伏せのルールですから、はい、じゃあちょっともうサクサクっといきましょう。全力でビンタということで、ビンタ終わったら名前、自分の名前、はい、ちょっとカメラに向かって、じゃあちょっと先にやっていただいて。いやもう それはそんなにいいです。いやいやいや、じゃあその加減が分かんないね。もうサクサクっといきましょう。やってくれたらいい。はい、じゃあいきますよ、本当にね、はい、じゃあ天の声、はい、いきたいと思います。じゃあ坪井さん、その後にバシッと自己紹介していただけるということでいいですか。力入れてくださいよ。はい、えっ、名前忘れた。全力ですか今の。全力です。ちょっとじゃあ西村さん、お手本を見せていただいて。いいんすか。いいっすよ。ほんまに名前が、名前はガチで忘れちゃったんですね。ガチで忘れました今。ほんまもう頼むわ、ちゃんとやってや。じゃあちょっと西村さん、ちょっと出てきていただいて、はい、こんな感じだというのをちょっとお手本見せてくださいよ。あ、叩く方ですね。いや、叩かれる方です。あ、それは違います。それはダメなんだ。それは拒否するんだ、はい、まあ許しといたるわ。じゃあ西村さん、だけど決めるのは天の声なんで、なんで OK なのかどうかは。そうですね、そうですね。天の声は今のは皆さん、ちょっとじゃあこれで OK ということでいただけましたかね。ピンタで忘れるってガチなやつやって。じゃあちょっと皆さんからいただいたネギ玉から全力でビンタされるというのは、あ、達成でいいよって。奥でこっそり見てるの誰だよって。結局ブイモンキー西村ここらとラマライさんが、あ、オッケー、今のでまあ許したるわって。ありがとうございます。あ、まさかビンタで記憶飛んだのって。ちょっと緊張のあまりに、ね、飛びました。なるほどね、歯を食いしばれって。いやー、マイク取ろうぜ、あかんってそれって。ちゃんと全力では、見た目では申し訳ありません、はい、ちょっと地味に見えちゃったかもしれないですけど、力の限り振りかぶらせていただきましたので、闘魂注入。うわ、お、闘魂注入した後、これどれ選ばれても熱いパターン。まあそうですね、まあ、一番上がもうあれ見えてますけど、まあ、見えてます、周辺が。一番あれですよね、今更かよって。あ、なぜに今偽物語とバジ2打ってるの。お、西村、究極 V モンキー西村が心が止まらないさもボーナス、ネギ玉さんのおかげだねと。まあ、まだ分かんないですからね、ここから。先ほど皆さんちょっとね、波乱選んだ後に勝負見たいっていう方もいらっしゃいましたので、じゃあ勝負で、はい、いいですか。勝負で、はい、これもう1ゲーム完結で勝負でいきます。はい、勝負でボタン連打して、終言選んどけよって。選びたかったっす。さあ、先ほどここで1ゲームでちょうどね、巻物引けたんですが、おおおお、まずですね。あ、じゃあ V モンキーのミッションしようか。 V モンキーのミッションも早く行こうよって。じゃあ次のミッション行こうということで、あ、 V モンキーさん、V モンキーのミッションやるならビンダなしで許してやるよ。ありがとうございます。お、じゃあ、あ、どういうことですか。え、あ、次 V モンキーさんがミッションを受けるというんであれば、あ、そういうこと、今のネギ玉の全力ビンタを許してやると。いや、受けないです。どっちか選ぼう。あ、じゃあこれでも先輩のね、ために、わかりました、西村さんのミッションも含めて、はい、刈り上げさんが引き受けるよみたいな、ちょっと心意気が、あ、もしかして、マジで無視と。マジで、あ、マジで出た、はい、あ、やる、やらないです。やらないですやろうよ、ミッキーさん、お願いしますよ。これでももうね、もう2年も
2年、丸2年伏せ店にいる、もう伏せ店の主と言っていい究極 V モンキー西村、心が止まらないさんのために、はい、ちなみに刈り上げさんは伏せ店に来て、いや一緒っすよ、一緒です。すいません失礼しました。おう、じゃあなおさらのこと、今まで一緒に、お前一番長いやん。そうっすね、もう伏せての主でと言っていい、私がミッションすべて被るよというぐらいの。え、僕が決めるんですか？それぐらいの心意気を見せてもらえる？る？ない？もらえる。はい、ということで、またもう一度刈り上げさんへの天の声ミッションを早速いただけるということですので、また2分。あ、偽物語、今日楽やわ。今なんかボソッと聞こえましたけど、何だったんでしょうね。刈り上げがかわいそうだから西村にとばっちりするミッション書くって。その戦法なのか。刈り上げくんは役職何なの、ちなみに。はい、そうです、ちなみにですけど、役職は何なの。何なの。あ、副主任で、刈り上げ副主任ということで、はい、またお店にね遊びに来られた際は、なんか なんて呼んでもらえたら嬉しいですか。刈り上げさんいるみたいな。あ、もうそれでもう、はい、全然嬉しいですね。わかりました。ミッションを決めるの、罰を決めるのということで、今からあと1分半でまた刈り上げ副主任へのミッションを天の声でいただきたいと思います。やらないと V モンキーへのとばっちりが怖くなるよって。あれ、当たった。当たりましたね。海岸チャレンジを外しましたが、見事撃で、窓マギ撃ってよとかね、いただいてましたが、たね、窓マギこの島には、あ、この裏側なんですね。まあちょっとまたカメラには映りませんが、音だけでというのも。ネギ玉はビンタ好きだもんね、されるのが。そうですね、ちょっと今の惜しかったですね。あ、でも皆さん意外にソフトなのも、やっぱりこう刈り上げさん仕様にソフトなミッションもね、やっぱり引き続き、またここでハードなのじゃなくて、ちょっと手加減してミッションね、たくさんいただいてますので、ありがたいことに。ほう、次回予告。西村さんへは結構ハードなの来てますけどね、これうまいこと選ばないと、帰宅とかね。ゴブゴブですか。ゴブゴブぐらいですね、今のところ西村さんへ来てるの。V モンキーが店内マラソン10分プラスネギと V モンキーが炭酸缶一気とか、西村が1ヶ月禁欲生活。禁欲、上司の秘密暴露がね結構多いですね。全員笑わせるまで西村が全力ギャグ連発。はい、ということで時間になりましたので選び直しましょう。また3回目、本日3回目の坪井副主任へのミッション、坪井副主任へのミッションかどうかは分かりませんが、選んでいただきましょうか。また、はい、そうですね、番号で言いますと、507番、はい、507番から577番まで70個の中から選んでいただきましょう。はい、ごめんなさい、もう一回お願いします。507から577、577ですね。543で、なんで543で、はい、あ、なるほど、逆名、はい、543。何系がいいですか。ちょっと今のビンタ系はなしですか、ありですか。あ、もうちなみに
ちょ、もうなしでお願いします。あ、なし。え、じゃあそういうモノマネとかそういう系は。あ、モノマネ一番なしです。あ、一番マシ。はい、一番なしです。はい、じゃあちょっと543番もうたくさんね、いろいろなんか全力でカメハメハとかコーラ一気飲みとか、まあ、このあたりソフトなんじゃないかなと。最近悪い、最近した悪いことの懺悔とかですね、いろいろいただいてまして、今度マイマイになでなでしてもらうとか、今の彼女の嫌いなところを言うとか、次回坪井さんとマイマイキスとかいただいてましたけど、さあ残念ながら究極 V モンキーさん、はい、とばっちりでした。もうえってね。543番はここの全員を笑わせるまで西村が全力ギャグを連発と。無理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 。これじゃあカメラ、西村さんカメラに座って、ね、もう協力してや。え、協力してやるの。じゃあちょっとカメラ置いときますので。もういいや、もうちょっと思う存分ちょっと考えさせてください。あ、じゃあ思いつきたらね。無理じゃない、天の声。いや無理無理無理、それちょっと無理。これは選び直しじゃないって。僕できないです。もうちょっと具体的じゃないとできないです。そんな全力ギャグ、西村頑張れよって。ギャグなんかないです。もう、あ、もうちょっと、まあ、やってほしいギャグとかねいただけたら、もうどんどん全力でやっていただけるってことでよろしいですかね。あー、ちょっともう帰りたいです。帰りたい。具体的じゃねえか、ふぬけたか西村って。え、ギャグもできないのかな、考えますとか、ハードル余計上がっていくぞ。あんまり考えない方がいい。ふぬけたか西村、選び直してあげてほしいな。福ちゃんを見習ってよって。誰ですか。誰だろう。じゃあアンケで5割いくまでやで、ね、あ、みんながね、2個選べるんですよね。さっき2個選べるって言ってましたよね。あ、そういえばやらせかっていうほどの展開じゃないか。あ、じゃあまあこれキャンセルして、はい、もう一回さっきの西村さん507番から577で選んでみるっていう、はい、もうこれ絶対何が出ても自分のミッションとして受け切るっていう、はいはいはい、で、坪井さんが来てたミッションだとしても自分がやるってことで、はい、あ、それでそれはおかしいんちゃいます。最大限の情報をしたんですけど、なんか今じゃあ、創薬シーン番号もう一回選んで。逆にね、僕が選ぶんですか。あ、これ何が出ようとも西村さん、結局 V4 金、西村心が止まらないさんがやるということだったんですが、はい、ちょっと今の全力でギャグは選び直しということで、もう一回じゃあチャンスをね、天の声にもちょっと2回目のチャンスを。まあ、坪井さんにはね、ちょっとソフトソフトって言って手加減してますから、はい、急にね、ここだけハードルが上がるのもあれですし。さあ、じゃあ、もう一回番号何番ですか、ね、507から577。ネギさ、正直、甘えぞって。天の声大作戦はそんなに甘くなかったと。じゃあ、JP の時は選び直しなんかしなかったぞ。つぼっちは優しすぎ、つぼいさん優しすぎ。500でしたっけ。507から577。じゃあ519。519、はい、519番。西村さんいいですね、はい、519でもう何が来ようとも。いや、それは分かんない。それは分かんない。いや、でももう言ったからには2号はないと思いますんで、519何だったんでしょうか。ちょっと見ていきましょうかね。シンプルに口が臭いをやれって、千鳥ですか、西村君、私の重みを返してくださいって泣いて声よ。戦場ヶ原さん、519番は上司の暴露話ってことですかね。まあ、今で言うと、まあ、じゃあ先ほど、はい、リノを飽きて帰っちゃった水石店長の暴露話とかいいんじゃないですか。ちょうど店長の暴露話、はい、
いっぱいありすぎてちょっとどれにする。あ、悩むぐらいある。いや、まず出てこないですか。店長の暴露話なんかあったっけ。暴露だぞ暴露って。吸いすぎ店長とばっちりのとばっちりを食らうってなんかあったっけ。あくまで暴露だぞって、ね、別にね、その陰口とかじゃないですから、ね、あくまで暴露と何かを、あらわにさらすということだけですか。実は結核じゃないみんな知ってるよ。いっぱいあるけど、これ、あ、昔の上司の村井監督とかでもいいよって、伊藤さんでもいいよ。その3人けど放送できるやつ少ないですよね。あ、放送できるタイプの暴露話じゃないと。なんかあるかな。じゃあちょっとうまい感じにね、P とか入れますんで。P 入れるタイミングだけ手を挙げていただきましたらうまいこと P 入れますんで。マネージャーでもいいんやでって。ウェスカはまずい、まあ、今考えるとね、最初の方にやってた天の声で、ウェスカーに生電話とか実際にやってましたけどね。いろいろと、規制があり徐々にね、できてきまして、北村さんの暴露もいいよ、チャド伊藤でもいいよ、お前ら何もできないな。あ、チャド伊藤やったら、まあ、チャド伊藤の暴露話がありますけど、これ言っていいかな。いや、もう、まあ、その法に触れない限りはね、大丈夫だと思いますので、早くって早く言わないとぐだるから。あ、わかりました。チャド伊藤でいくか。はい、チャド伊藤さんの暴露話があるということで、チャド伊藤さん、つい昨日か、昨日の話。いや、2日前ぐらい、2日前に、はい、めちゃめちゃ最近じゃないですか。まあ、休みやって、で、まあ、その休み何したかって言ったら、必死で洗濯機とか冷蔵庫運んでたんですけど必死。おまあ、ってことは引っ越しか何かですかね。冷蔵庫と洗濯機を必死で運ぶ。はい、何のために。え、お住まいは。あ、これやめとこう、これちょっとこれやめるわ。ちょっとやめんの、ここで。あれ、なんか気になる、すごく気になる。あ夜逃げじゃねえ。夜逃げ、そこまでにしときますか。ちょっと上がってきた。そこまで、え、それダメなの。ただの引っ越しじゃん、それはあかんやつ。はい、ダメ。あ、ダメなやつなんだ。西村さん的にはダメなの。つぶやくしになんかない。それは暴露になってない、金属回収業者じゃね。副業してた、実はチョドさん。これは風が吹いたらおケアが儲かるのパターンだな。いや、なるとバッチリでしたね。うわ、見てください、これ。おぉ、祝。これまたボーナス大阪府警、こっちやでーって。自分が犠牲になる全力ギャグをやらなかったところに、うぇ、人間性がある、出てくる。うぇ、西村何してんだよって。いやー、ちょっとね、途中で泥棒したのかとか。法には触れないからね、大丈夫ですよね。坪井副主任じゃなくて西村の天の声なんだよって。はい、まさかのぶっこみ。同棲解消したの、彼女とこれは絶対別れたよなって。あ、彼女と別れたんだって。皆さんなんかもう共通して、なんか何かを察してましたが、彼女との同棲解消、西村さん引きますって。あれ、もしかして、チャドさんが今ご視聴いただいてて、暴露されたことに対して、もうでもこの話は、代わりに、チャドさんのね、暴露はここまでということで、はい、代わりに、まだまだ上司の方多いと思うんですけど、なんかあるかな。これではミッション達成してへんぞってね、言われてますんでね。西村さん、
天の声は絶対というルールを破ったんだから覚悟は必要ではないですか。厳しいですね、まあ、今日ねちょっと、まあ、罰ゲームといいますかいろいろとといいますかちょっとあるものをお持ちいたしましたんで、いやもう癒すわ。いやだいぶマシです、カブトムシゼリーとかと比べたらだいぶマシです。いやいやもう朝で、あ、暴露って言ってるでしょ西村って。西村さんは簡単に人を振るってことだね。メモメモ、西村さん自分の暴露をつぼっちにされればいいやん、はい、ああなるほどね。じゃあちょっと絶対何もないやん。つぼ副主任刈上さんから、はい、なんか西村さんのここ今ねご視聴いただいてる皆さんに実はなんか真面目そうに見えてこんなんだぜみたいな。こんなんだぜ。僕から見てですか、まあ、西村主任の暴露はありますけど、まあ、しょうもない暴露ですけど、はい、しょうもない暴露。西村さんしょうもない言われてましたけど、え、これは何 P はいらない。あ、 P は全然いらないです、ね、まあ、しょうもないなんで。何、あ、どんどんもう話し出していただいて大丈夫ですよ、はい、あ、でもほんまにしょうもないんですよ。はい、何をためらってるの坪井副主任は。いやほんまに食べ物ですよ、食べ物の話ですよ。ああ潔白しようよ。はい、はい、まあ、こう見えてっていうかわかんないですけど、はい、もう西村主任は大の野菜嫌いでしたね。はい、まかないで出てくるサラダとか食堂の、はい、あのこっそり僕らに渡してくるんですよ、野菜とかサラダをこっそり食べてやって。はい、そのなんか子供みたいなことして。はい、そうなんですよ。なんだったんだろう。この間もカレーが出てきて、はい、カレーに乗ってる人参も、はい、いらんからしれーと僕のお皿に乗ってましたけどね。そういうしょぼいあれしかないですけど本当にしょうもなかった、はい、あれしょうもないほんまじゃあなんか言ってくださいよ帰れや。 V モンキーもしょうもなってすごい滑ってんでってあれしょうもない。これは男やな、野菜不足で病気になってしまって。あ、西村は作ってくれたおばちゃんに明日謝ろうよ。そうっすね、あの毎回謝ってます。野菜は食べないんだ、大きくなれないぞ、好き嫌いしたらってね。本当ですよ、西村主任にもね問題ありますけど、坪井副主任のねちょっと問題が今のあるんじゃないかと、はい、今の話でありますって言ったらダメだぞって。好き嫌いですか。違う暴露になってないっていう。あ、ペペる時は神戸方面に行くとかは有名だからその暴露話でダメだぞって。はい、もうそれはもう定番ネタじゃないです。ああでもね、作ってくれた方にはね謝らないといけないです。次回チャドさんの学習、もうねチャドさんの話が何だったのかね気になりますよ、めちゃくちゃ。キスとかをやめてソフトにしてやってるんだからってね。西村もしょうもねえからってえ、いや全力ゲグができなかったのに。いや誰が悪いんですか。でもね坪井はええ男やなってねちょっと認めていただいてる方もいらっしゃいますんでね、ありがとうございます。西村がしょうもないとか言える立場じゃないからなって。いやいやしょうもないでしょ今は。ねえわよ、僕はでもしょうもなくても言いましたよ。いや俺も言ってん。いやでもここでね西村さんの暴露じゃなくて、まあちょっとせっかくですから今この場にいない店長の暴露とかね、あ、そうですね、その場にいない、まあまあこう気兼ねなくというか、まあ、もしかしたらこの今日の放送の後で YouTube とかで見ちゃうかもしれないですけど、まあ今いないんですから何でも言えるじゃないですか。店長もう水石店長の暴露話とかあったら今のうちに言っといた方がいいんじゃないですか、二人きりのうちに。坪井さん
ちょっとしょうもない言われてますから、暴露話を。暴露話、はい。店長これ聞いてたら怖いんでね。いやそれはまあねえ、いずれ聞くかもしれないですけど。あ、そうですね。ないんですか何か。まあその犯罪とかね、そういうのはね、犯罪系はないですよね。ないと思うんですけどね、もちろん。いや店長が聞いてたら怖いんでね、それを言うのが面白いんだよって、ほら皆さんもちょっと後押しされてますんで。てかこれ僕が言うんですか。いやもちろんね。西村主任逃げたんですか。みんな知る、お二人とも素人なんですかということで、気候の伏せてのスタッフさんということで、今副主任の坪井副主任と究極部位モンキー西村心が止まらない主任さんがですね、また副主任さんが店長の暴露話ということで一つ教えていただけるということで、まあ、この場にいない人をね、別に悪口を言うわけじゃないですから、暴露ですからね。あーなんかあるかな。いやほんまにないやんな。ほんまにないんですよ。何なんか、なんか面白いのは後で聞かれた時のゴマスリみたいになってる。いやほんまにそれそういうの関係なく、はい、あ実は愛人がいるとかないんじゃないの。裏がないというか、あ裏表がなくて、はい、そういったその隠してて暴露されるとかいうのがないですね。もう見たまんま、はい、見たまんま。西村さんも同意。西村さんせっかくやから悪口言ってよって。ああそうですね、店長のね、なんか今いないんで。悪口、 PC のデスクトップをアイドルにしてるとかないのって、なんかえらく具体的なの来ましたよね。村井監督の暴露話でもいいやとか。いやせっかくね、水水店長今いませんから、今のうちに。あー何もない。水水、あ何があった。なんちゃうな、ないないない裏表のない方ということで、はい、皆さんね、納得はちょっと皆さんしていただけないとは思うんですが、あ代わりに次のミッションで挽回しますか。次のミッションで挽回しちゃう。なんか探してるんですけどね。はい、今必死にちょっと記憶を遡って、うん、そうそう言うなら今のうちだよってね。ほらちょっと、あますますチャドさんがかわいそうだよってなんか一番なんか意味深だったのチャドさんでしたけどね。面白くないよ、どうせ次も言わねえだろうって、チャドならもっとペラペラ言ってるぞって。あ代わりにネギがマイマイの暴露でもいいよって。最近ね腰悪くしてるっていうぐらいですかね。ちょっと箱取ってきます。はい、どこ行きましたけど。あどうせじゃあちょっと今の間に店長のね暴露話はないということでしたが、代わりに次のミッションを受けていただけるない。受けまた僕ですか。でもはい、受けるない。受けちょっと考えましょう。考えたいです。もういいじゃん。考えたいです。全部中途半端になってるぞ。あ西村さん、じゃあ店長が何か失敗した話を聞きたいです。失敗考えましょうって、お前なんやねんって言われてますけどね。考える暇もない。この二人に話を振るととばっちりの被害が店長に行くって。全然ね言ってなかったですけどね、暴露話は。まさかの。あ2人はとりあえず黙るのはやめようということで、ちょっとじゃあ、坪井副主任、はい、まあ、代わりに暴露話できませんでしたけど、まあ、改めてミッションを受けます。はい、はい、ということで、はい、またですね、本日4回目になりましたが、天の声、視聴者の今ご視聴いただいている皆様からのコメント番号で、
坪井副主任が行う本日4回目のミッション内容を決めるということですので、またコメントでどんな内容か、ソフトなのご所望ということでよろしいですか。はい、ソフトなんでお願いします、はい。バジ黙っていいからバジ打っとけ、坪井頑張ってよって。はい、ありがとうございます。西村さんはお疲れなんですね。西村はダメだ、帰っていいよって。あら、疲れたい。暴露の一つもできなかった。はい、もう帰ります。坪っち頑張れって。まあ、じゃあ今から、上司の決断、部下が吹けます。なんでかかっこいいこと言ってんのに、ちょっと声切れ気味で、そういう時はね、もうバッチリカメラに向かって決めていただけるたらと思うんですが、あーもう西村に全力ビンタしかねえな。じゃあまた2分計りますので、今からじゃあでもね、コメントで手の声を、はい、店長の暴露話が、暴露話はない、本当にない。なんかありそうなんですよね。でも出てきそう、はい、考えれば出てきそうだけど、さっきもう裏表がない人って言い切った途端ですけど、はい、あらあら、まあこれ僕バチ早く打ってて、あ、打ちながらでね、はい、お願いします。ちょっとまた西村さんへのね飛び火が来てますけど、 V モンキーが店内マラソン10分プラスネギと V モンキーが炭酸一缶一気、はい、炭酸そろそろ用意しとかないといけないあれですか。まあ、ちょっとね、皆さん結構ソフトめなのをたくさんいただいてますが、これ店長のあれではないんですけど、はい、まあ、西村さん、いや、ここの役職全員に、はい、まあ、暴露になるんですかね。はい、また野菜が嫌いとかそういうあれ、あ、まあちょ、まあ、あれにもなりますかね。まあ言えるのは、はい、まあ、仕事終わってから、まあ、布施近辺で飲み歩いてることぐらいですかね。もう布施、皆さんの日常を、日常ですね、もうほぼほぼ毎日のようにむちゃくちゃ平和な話だったっていうね。みんな仲が良かったという、はい、皆さん、じゃあちょっと不正駅で西村主任だったりね、店長を探して。僕は行ってないですよ。あ、西村さんは飲み歩いてない。西村主任はないですね。あ、それはないんだ。あ、神戸方面にね、休みの日は行かないといけないから。いや、行かないです、行かないです。どんな暴露やねんお前それ。店長戻ってきちゃったよ。それ暴露ではないな、全然。無言でうんうんって。ちょっと時間、時間いただきましたので、改めて、はい、ちょっと何ですか、選びましょうか番号。何か選んでるんですか、坪井さん。はい、今ね、たくさんいただきましたミッションの中で、はい、ちょっとまた番号を言いますので、731番、731番、731から806、706、76個の中から選んでいただきたいと思います。じゃあ、お、700 755、755。ちょっとね、今来たミッションで西村スマホのアプリを全消去。それはやばい、西村さんへの顔ばっちりがやばいです。ああ、店長ね、今来た、なんていうタイミングだよ、はい、この二人に暴露とは何か教えてやってくださいよ。いや、もう放送できないことしかないんで。ああ、もうピーヨン、はい、ピーヨンオクラ必至、多分ね、はい、全部ピーになりますよ。何を言おうと、ほぼほぼそうです、ずっとピーなの。そうですね。ああ、755番、これでいいんですか。はい、その選んだ、今坪井さんが選んだ前後がですね、754番、店長を全力でビンタ。うわ、それは無理です、それは無理です。で、756番、その後も店長を全力でビンタ。すごいやん。そして選んだ755番は何だろう、V モンキーが店内マラソン10分プラスネギと V モンキーが炭酸一缶一気ということで、
あれもう一回言ってもらっていいですか。究極 V モンキー西村心と真奈さん、 V モンキーが店内を10分間マラソン、はい、プラス、はい、私と私ネギ玉と V モンキーが炭酸の一缶を一気ということで、これちょっと時間的にもね最後のミッションになるかもしれませんので、ちょっと10分、西村さん、あ、今の何ですか、確定した755番、あのむちゃくちゃもう他人事みたいな感じの人事みたいな感じで坪井さん、はい、マジ打ってますけど、あ、終わっちゃってました、なんてもう喋れてないけどな、終わっちゃってました西村マラソンどうぞ、またやんないのかよ西村やらないっす、あ、はい、やらないっす、冷たかぶくな、ほんまにやらないっすもう完全に天の声拒否という、炭酸一気だけする、あ、なるほど、炭酸一気僕ほんまに無理なんでそうやな、あ、炭酸飲めない、炭酸飲めないな、炭酸飲めない、これ見てる人ほんま痛いなと思ってますけど、あの炭酸アレルギーみたいな二酸化炭素アレルギー持ってますね、西村さん、やる気ない、もうやんないで、かぶくって使わないでいただきたい、そこで炭酸は2時からでお願いします、あ、炭酸は飲めないんだよねって、西村クビやぞ、坪井さんいい仕事するわ、まあ、じゃあちょっとね店内マラソン10分も西村さん、お、ちょっとまさかの一周何分ぐらいかかるんでしょうね、 あ走り始めた、あ、走り、西村マジで今日何にもしてねえぞ、企画潰し走り始めた、あら、ちょっとカメラで追えないのが残念なんですが、あ、坪井さん、もう、はい、海岸チャレンジ入ってます、あ、坪井さん別に走らなくていいんですよ、はい、ちょっとお尻一緒に、一緒になんか走ろうとしてましたけど、次どれしましょう、あ、はい、海岸チャレンジということで、また、勝負と安定できますか今回、あ、3つね、選びます、3つ目、はい、ちょっとこれで全部になるのかな、もう完全になんか西村さんがやるって決まった途端の坪井さんのあのバジへの入り込み感が半端なかったですねカメラに収まらず走る、一応ね店内マラソン中ということでしたので、あ、安定安定安定で、これは仕事ですかね、サービス残業ならしなくていいから帰ってくれるから、55分までマラソンだな、ちょっとね伏せ点広いですからね、一周何分ぐらいかかるんだろう、店長ちなみに、はい、いつもホールで走り回ってると思うんですけど、はい、あんま走らないです、あんま走らない、は、はい、危ないんで、あ、そうですね、はい、早歩きぐらいですね、はい、ドル箱につまずいちゃったりしちゃうとね大変ですから、あ、そうですね、あのドル箱がうちはあんまりないんで、あ、そっか、パチンコはパーソナルなんで、スマートですし、はい、だから大移動も、楽にできる、できるという、なるほど、はい、つまずく心配も、そうですね、スロットがちょっと台車とか置いたりしますんで、はいはい、狭くなってますけども、はい、まあ、ちょっと店内を走り回らなくていい店長に、はい、先ほどの、はい、キスを求めたら快く、あ、そうですね、引き受けてくださるということですので、その時は走って逃げます逃げるんかい、まあでも追いかけていっても構わないんでしょ、そうですね、はい、で 人が見てないところでね、はい、こっそりと、いや、なんかエロい走って逃げて追いつかれたら、人のいないところで追いつかれたら、そうです、そうです、はい、ネギ玉カメラ映して、あ、じゃあラストに店長のミッション行っとくか、あら、ラスト店長ミッション、店長ミッション受ける、はい、受けません、受けませんおっとかぶくな、結核なんですいません、あ、ちょっと、いや、何もマラソンとは決まってないですからねさすが店長、あ、店長と鬼ごっこできるのね、さすがって、途中であの血吐いて倒れたら責任取ってもらいますけどね、ちょっとね、診察料だけね負担してもらう、そうですね、受けないんかい、はい、あ、今ご視聴いただいた方ありがとうございます、
和骨です。明日6時起きなんですが、ちょっと寝れないんです。なんとかしてください。あ、坪井さん、はい、寝れないという方のために、はい、何か寝れるためのアドバイス、もしくは子守歌を。子守歌、僕寝れない時にアプリ撮ってました。はい、昔。あ、なるほど。ちょっと携帯触って時間潰す。はい、ちょっとね、今なんかカメラの前を一瞬なんか結構なんか何かは分かんなかったんですけど、結構なスピードでシュッて通り過ぎたような。そうですね、走ってる。カメラ、皆さん今なんか分かりました。ちょっと何かをシュッて通り過ぎた。あれ、西村さんだったのかな。何だったんだろう今。どこにもちょっと見当たらないですね。あ、もうあっち側の通路に行っちゃった。はい、そうですね。結構やっぱ一周かかるなこれ。途中歩いてますねこれ。あ、見つかった。見つかっちゃった。伏せは坪井さんで持ってるよ。本当に走ってやがる。西村さん、なんだろう、今日不機嫌ですね。ちょっとね、今その余裕はないと思うんですけど、さっき暴露で結核じゃないって暴露されてたけどね、店長。いやいや、結核かもしれないです。疑いがあるぐらいですね。もしかしたらそうですよ。じゃあ店長は誰かのぶっ込み暴露限定でやるって、ね、そのあ誰の誰かの何誰々さんの、あ、なんか今え、ちょっと今のはなんか確認できましたね、何かが通り過ぎたっていうのが。あ、今後ろから見てたんですけど、はい、あ、いや、いいです、いいです、それを暴露にしようかな。もしね、聞こえてたらですけど、あと折り返しです、あと5分ありますので、ちょっとね、店長、はい、あ、チャドは本当に面白い。チャドさんのね、話の続きも気になりますけど。そうですね、今度はチャット出してねということで。本当に走ってやがる。店長はちなみにリア充なんですか、それにもよる。はい、もう奥さんはねいらっしゃる。いや、あれ、え、ぶっ込んだな今。 あっと今のはちょっと YouTube をチェックしてたのがあだとなった感じですかね。じゃあそれはスルーさせていただきまして、はい、そうですね。じゃあちょっと、店長の最後のミッションは暴露限定ということで、はい、誰かのというのを限定で。あ、そうですね、じゃあそうしますか、はい、皆さんから手の声で募集いたしますので、もう責任は取らないですよ。あ、何が起きてもどんな何が起きても責任は取らないです。何が起きても、はい、じゃあちょっと今からコメントでいただいた方の、まあ、これ別に伏せてんない限らず、あー、でもあまりにこう偉い人に行き過ぎると、そうですね、あれはありますので、店長、はい、最悪店長ぐらいの、あ、店長よりどうですかね、他の店長とそんなプライベートで仲のいい店長どうなったか。いや、ちょっとあんまり名前は言えないですけど、その人のその時点で何か、はい、そうですね、その人の来たら困るんで。あー、なるほど、はい、でもね、たくさん今や、あ、西村さんの暴露も聞きたいみたいなね。あ、誰の暴露を書けばいいのということで、どういう、ね、方の、ちょっと分かんないって方も、店長さんもね、もし放送には出ていただいてますけど、水石店長とのあまり絡みがないっていう可能性もありますが、はい、そうですね、まあ、その場合は選び直しということで、本当に店長ってなると、はい、相当仲良くないと、はい、多分暴露することがないかなと思うんで、店長はちょっと控えていただきたいなと思います。あ、じゃあ伏せ店の方だとも、はい、大丈夫、今後普通に生活していくのがしんどくなるぐらいの暴露もいっぱい持ってますんで。ちょっと、はい、あ、じゃあちょっとそれ面白そうですね。でもウエスカーとかね、あ、トミトマネージャー、はい、エリアマネージャーとか、多分困らせてしまうんで。あ、なるほど、はい、じゃあちょっとまた、たくさんねコメント天の声いただいてますんで、伏せ店限定とかね、ちょっとウエスカー率高すぎるでしょ。ウエスカーは困ります、ブーメラン森店長、あ、森店長つながりで神戸中央の、そんな仲良くないです。そんな仲良くなかった、はい、ムックムック高井田店、
ちょっと言えないことが多すぎる。ジャッジメント中川、あ、もともと今どこに、東大阪ですかね。あ、東大阪、もともと不正に、そうですね、ただ絡んではないです。あれ一回も被ってないんで。村井店長から、はい、え、タウンライト不正とかはどうですか。タウンライト不正、もともとだって、はい、そうですね、ですよね、はい。誰ですかこれ。あ、タウンライト不正は大体わかります。あ、わかる、はい、何でも知ってます。じゃあなんかこの前、あ、おっと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 、今あ、走ってた、ガチ走りだった。ジョギングするときの、あの手を前にこう。ただちょっと結局分4期、西村ここから友達さん、もし聞こえてたらあと1分ですので、あと1分頑張ってまたここのこちらの放送ブースにゴールしていただきたいと思います。はい。聞こえる、聞こえる、ちょっと息遣いが聞こえる。カメラの前だけで走ってるからな絶対。あのだってなかなか反…あ、歩いてる歩いてる、反対側通るときには歩いてます。ナポレオンズの首が回るマジックみたいなね。はい、じゃあ鈴木店長、はい、ちょっと誰のね、暴露をということでたくさん皆さん、帰っていただきましたので、はい、手の声876番から、はい、964番まで、88個のミッションいただきましたので、はい、じゃあ955番、955番、はい、おっとエリアがちょっと違うような気がするんですが、エリアが違う、ボンちゃん、あ、わからないです。北山、ボンの北山マネージャー、あー上司はちょっと伝えときます、はい、なるほど、じゃあ選び直しということで、はい、そうですね、もう一回、はい、おっと 逆走してる。おっと、なんか一周するどころか上司を言ってなんぼだろう。いやいや、それはちょっとね、ちょっとまた選び直していただきましょうか。そうですね、何番から何番でしたっけ。ですね、待ってくださいね、876番から来ました。はい、はい、900で選んでいただきたいと思います。まあいい番号、お好きな番号。そうですね、900、はい、19919、はいはい、じゃあちょっと919確認いたします。まあ伏せ店のね、中の人だと生活が困るぐらいということでしたので、伏せ点、おお、919、びったり伏せ点。しかもこの場にいる人、マジで、え、大丈夫、この場にいる人ってもう二択なんですけど。ちょ、大丈夫ですか。大丈夫じゃないですね。大丈夫じゃない。え、西村さんもなんか言われたらまずいことある。坪井さんもある。いや、ここ、え、なんて、なんてなんて言ってたんですか。あ、もうゴールした、ゴールした、あれ、あ、ゴール、あれ、逆走してる。逆に回ってるけど、919番ははい、つぼいとだけ書いてありましたね。まあ、本当にね、ウエスカー多かったんですけど、ジャッジメント中川をね聞きたいとか、岡崎とか多かったんですが、はい、残念ながらつぼいさんの、まあ、何か先ほどはちょっとね、暴露話しとけばよかったのにね、坪井さんもこうやってされるんであれば。いや、大丈夫、でも。でも今ちょっと店長の暴露話を思い出しました。いやいや、やめとけや、それは。急になんか。もうな。あ、野菜嫌いとかなしね。俺に来てるから。はい。どっちも秘密を握られてる。じゃあちょっと、店長、これが暴露話ということで、ミッション。まあ、天の声ですからね、これは仕方がないというか、はい、選んでしまった。はい。そして選ばれてしまった坪井さんも天の声には従わないといけませんので、まあじゃあちょっと優しいの、はい、優しいのソフトな、はい、ソフトな暴露、はい、まあ坪井は、はい、まあリア充なんですけど、もうなんかコメントでもね、元カノの話とか今カノの話とかたくさんいただいてましたが、あ、本当にそういったことがある。今リア充ですよね。はいはい、でそれは認めます。なかなかね、まあ、はい、こう無茶ぶりとかしても乗ってくれる方ではないんですけど、ね、まあ、それは なんとなく今日の放送で、はい、ご視聴いただいている皆さんもなんとなく伝わったんじゃないかなと、
ただね、ちょっとみんなで飲みに行った時に、まあ、漏れなくあの、はい、怒られてるんですけど。怒られる？はい、あの彼女に。その彼女に、はい、はい。で、いやもう自分はいやいや行ったんやでみたいな雰囲気を出すんですけど、はい、あのすごい楽しんでます。今のがソフトな、はい。そうですね。まあ、かえって大喧嘩でしょうけど。それ、店長も一応知り合いというか、その3社はお知り合いなんですか？ああ、そうですね。女性の方も。はい、静かにうなずいてる。静かに。ああ、楽しい。じゃあちょっと坪井さん、最後までとりあえずこれバジル打ち切ってやりましょうか。はい、じゃあちょっと店長もね、坪井さんも店長の暴露あるという言いたげでしたけど、何か。はい。え、なんなん？え、なんなん？え、ちょっと言っていいですか？言っていいですかって。いや、あの、あれですよ。岡崎です。え、あー、え怖くなってきた。なんか怖くなってきた。あかんやろ。いや、いいけど別に。え、あれめっちゃおもろくなかったですか？いや、まあ。じゃあちょっともう意を決して。ちょっと。意を決して。まあ、ね、明日、岡崎さんがね、出社してどうなるのかわからないですけど、皆さんが言っていいよって言え言っていいですよ。じゃあちょっと、暴露お願いしますよ。まあこの前みんなで飲みに行って、あ、また飲みに行った話です。飲みに行った話です。よ よくみんな飲みに行ってな、はい、本当で飲みに行って、はい、で、帰る時に店長が、はい、岡崎くんのメガネをね、メガネ、まあ、ちょっとあんま人から言うとあれなので、あ、もう自分で白状しちゃう、はい、自分で言うと、はい、岡崎くんのメガネが、はい、まあ、地面に落ちまして、それをこう蹴ったら、はい、こう絵が取れたっていうちょっと壊れちゃったって、うん、まあかなり優しく言ったらそんな感じです、はい、優しく言ってねあの若干鬼物なんとかみたいな感じでなりかねない、はい、あ、それが坪井さんの暴露だったんだ、はい、今思い出しました。じゃあちょっとね、バジリスクも終わっちゃいました。バジ2ももう今日あまりね、大移動ジャグラの方に移動できませんでしたが、え、パワハラですか、それは職場いじめですかそんなことない、それはない。あ、女がいる店にいたの、女の店も行くんですか、は、行きません。キャバクラすごく楽しんでますか、彼女に報告しとくよ坪井くん、まずは暴露は何かっていうのを知ろうかという、まあ、こういったかなりオブラートに言葉を包んでいたかどうかは分かりませんが、西村さんの何かなかったんですか。はい、西村さんちょっとお疲れかもしれませんけど、今あ、お疲れです。でお疲れ様です。店長から西村さん危なかったって言ってましたけど、え、店長から危なかった、西村さんの暴露は何かなかったんですか。そうですね、なんかあるかな。走ってむせてるよって店長みたいなのを暴露って言うんだよって、坪井くん、まあ、それほんま暴露、ほんま暴露っす、うん、あら、ちょっとじゃあちょっとね、リア充話、番組冒頭でそういう話を聞きたいって言ってた時に、なんかありませんとかね言ってたのに、なんだったんでしょうね、あれは。坪井さんなんだったんでしょうね、あれは。はい、何もないということで。何もないです。あ、じゃあ MVP を決めて最下位が罰ゲームとネギ玉の三一気ミッションやでってことで、あ、いつものね伏せの流れ、罰ゲームの流れもね、ご存知の方もうありがとうございます本当に。まあ、その前にちょっと坪井さんから伏せ店のお知らせがあるということで、はい、お知らせ、はい、最後に、はい、まあ、冒頭でも言いましたけど、はい、はい、まあ、8月1日から、キコーナー伏せ店、2年目に突入いたします。はい、はい、2年目ではないな、あ、2周年、ごめんなさい、2周年を迎えます。なんなら3年目に3年目突入の、2周年
2周年が迫っております。はい、迫っておりますんで、はい、本当にビッタ氏2周年の日は8月の半ばぐらいでしたっけ。そうですね、はい、半ばです。はい、またしっかりと、はい、ご来店いただいた際は、はい、ご案内させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、もう8月はやっぱりね、はい、そして8月に入ると伏せ店だけでなく、はい、ありますね、あ、2周年おめでとうってね、皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。はい、100店舗達成ということで、はい、はい、すごいですね、100店舗。はい、もちろんね、関東と関西のお店を足して100ということですが、もう記念すべき3桁、はい、3桁、もうちょっと全国チェーンやってますから、もういろんなお店出てきて、はい、ウルハンとかウンナムに迫っていく感じで、はい、どんどんね、伸ばしていきたいと。そうですね、はい。そして8月、なんかこれの下は大丈夫ですかね。あ、誰この下はこれはいいですか。まあ、いいです、はい、はい、ということですね、8月もね、また寝台とかいろいろ入れ替えとかもあると思いますので、お店の情報を、はい、LINE だったり、はい、友達検索していただいて、はい、キコーナー配布不正もしくは P ワールドとね、ご参照していただければと思います。はい、早いな、100店舗って本当にね、なんかそうですね、2017年目標みたいな感じになってたのに、いつの間にかなんか、うん、もう2016年100店舗あっちゅう間に達成しちゃいましたね。そうですね、もうこの勢いで200店舗300店舗はい目指していければなと。そうですね、はい、はい、それではじゃあ、はい、いつも通り伏せのお店からのお知らせは以上でよろしいですか。石村さんからの暴露もこれ以上でよろしいですか。はい、はい、ということですので、本日の MVP をね、質問天の声大作戦でやっていましたようにアンケートで決めたいと思います。本日の MVP はということで、パソコンでご視聴いただいている方、アンケートにご参加いただければと思います。アンケートで投票している間にですね、坪井さんの、はい、爆笑モノマネ、はい、見せていただけると思いますので。いや、見せないです。見せない、見せないです。見せない、ないです。じゃあ何見せてくれるんですか。何見せる。西村さんからもちょっと今日喋る機会あまり坪井さんがね結構締めてましたから、はい、そうですね、なかったですけど、寂しいマイクの声が遠いよ。今日もう終わった気持ちでいるみたいなんで。そうですよ、なんか久々にね出演だったのになんかえらいふぬけてるって視聴者のこともお怒りですよ。まあ、初めからちょっとあれですね、はい、久々で緊張してない。なんでそんな遠くない、コミュニケーションもちょっと悪かったし、遠くない、はい、西野さん、はい、どこにいるの。ここです。どこ？ここです。全然、ああ、はい、全然近かったし。はい、じゃあ今、投票中ということで、刈り上げくんは無茶ぶりにも答えません。何振ってもやらないんだし。刈り上げくん？刈り上げくん。刈り上げくん。あ、結局名前刈り上げくんでいいんですか。刈り上げで刈り上げくん。刈り上げくん。唐揚げくんみたいなあれですけど。はい、刈り上げくん、刈り上げくんで上田正史の漫画みたいですけど、はい、なんでそんな名前ついたの。ああ、なんか由来、カメラで越しで後ろから映してるんで、今度刈り上げが綺麗って止められました。博多の塩のやつやんな、刈り上げ綺麗って、ね、あそこから刈り上げくんになったんや。はい、あ、じゃあ最後にそれでお別れにする。はい、わかりました。あ、ちょっとその前に、ね、MVP を決めないと。 MVP やるんや、そういえば。それ決めてからにしましょう。はい、ちょっと今ね、パソコンでご視聴いただいている皆さんに、投票していただいてますので、いいんですか、もう番組最後ですけど、刈上くんから店長の話しとかないで。うわ、もうないです。まあ、伏せ、また8月のその2周年の時の放送があると思いますので、はい、まあ、あるですね、何かね、はい、お祝い放送みたいな形で。そうですね、次はチャド読んで、はい、あ、チャド伊藤さん、はい、何だったんでしょう、何が、ちょっと伊藤さんの身に何が起きたんでしょうね。そうですね、西村さんの話が気になりすぎるんですけど。そう、ということで、MVP、本日の MVP、まあ、最下位の方が罰ゲームということなんですけど、結果、
発表しましょう。はい、はい、あ、結構割れましたね。MVP1 位は、はい、究極 V モンキー西村心が止まらないさん。走ったのに、僕もえ、走ったからじゃないですか。え、走った、最後の走ったのが評価されて MVP。 ありがとうございます。そして、まあ、2位、次点はお二方、ああ、水石店長と、まあ、これ次発表した時点で最下位が決まるんですけど、はい、はい、水石店長と私、ネギ玉得票、まあ、ほぼ、まあ、あんまり2位と1位の差がなく、全体的にまんべんなく、こう、結局、V モンキーさんと、スギスギ店長と私に投票されていただいて、なんと、坪井さんの得票数が 0% と、誰一人として MVP には入れなかったということで、あ、まあ、仕方ないですね。残念ながら、まあ、そうゼロ、ゼロパーなかなか難しいですからね、狙っては取れないですから、ちょっとあのご用意させていただいたんですけど、ちょっとそのドル箱のところにあるものを、はい、ドル箱に近づけましょうか。あ、すみません、申し訳ない、まあ暴露が分かってなかったから仕方がないよ。そうですね、暴露が何なのか、じゃあちょっとね、暴露何なのか、ネタ仕入れといてくださいね、また次回の放送のために、はい、アンケを消そう、あ、申し訳ない、MVP がやるのかと思った、間違ったって、あ、結局それだったら、そうですわ、西村さん、あ、西村さんが得票数高かったのはそのせいだったんだ。あ、やった、勘違い、いや、違いますよ、違いますよ、じゃあ、ほんまやったら僕が MVP やったんですよね。いや、違います、違います、 MVP になった人が罰ゲームだとみんな勘違いして、あー、で僕ゼロですよね。でも MVP は MVP じゃないですか。くそー、はい、ということでちょっと白い飲み物をたくさん用意していただいたんで、させていただいたんですけど、ちょっといろんなドリンクありますので、この中から選んでいただきたいと思います。はい、カルピスとかお好きですか。あ、お好きです。これなんすか、これぶっかけザーメンローション、やばいやつやん。やばいやつやん。これ見た目で水石店長どれっていうの分かります。分かりますね。分かるってことは間違え、絶対に間違えては選ばないってことですよね。そうですね。おい、みんなよ、絶対に、絶対にこれっていうのは選べないってことですね、坪井さんは。はい、坪井さん、俺やったらあれを選ぶかなと。僕もあれです、あれはあれです。あれ結構好きやから。真ん中に寄せていただいていいですか。あれめっちゃ好きです。カルピスとヨーグルトとあれが、はい、あれがあれで、あれがあれですね。そう、ちょっとコロコロって振っていただいてよろしいですか。それちょっとヒントになって、はい、分かるんじゃないですか。いや、分かるんですよね。分かるってことは絶対に選ばないんですよね。はい、じゃあちょっと MVP の坪井さんに選んでいただきたいと思います。もう分かってますもんね。絶対に選ばないんですね。そうですね、はい、どれ行くつもりなの。これっすね。それ行くんや。はい、うん、OK、まあ、ね、見た感じ分かんないと思いますんで、はい、ちょっと匂いとかも、もうこれと決めたら、普通の取るなよって、固まってるのが一つあるぞ。じゃあちょっと口にね、一瞬含んでいただいて。大丈夫だよ。ちょっとあの西村さんが興味津々でなんか匂い嗅いでるんですけど、これ もう吐きそうっす、これ。匂いがファーンってしますね。はい、それでは本日の MVP には、全部ですか、これ全部一気に。最後これで割ったのに。カルピスで割るんだ。絶対でこれ全部飲むじゃないですもん。ちょっと割ります。ゼリーみたい。飲みにくい。
はい、それでは最後に飲んでいただきましょうか。え、これもらっていいですよね。はい、大丈夫ですか。割ってる。そんなことこぼさないで。掃除のスタッフさんがさっき頑張って清掃した後に。なんで今日来た。はい、それではつぶさん最後に男気を見せていただきたいと思います。開けといてください。舐めるんじゃなくて飲んで。西村も言っとけって。じゃあ最後にね、ちょっと今日しっかり決まらなかった自己紹介をしてからグイッと言っていただきます。それでは最後に改めて自己紹介、はい、最後にねお願いします。それでお別れしたいと思います。はい、気候な伏せ店の、刈り上げきれいです。ということでご視聴ありがとうございました。明日は気候なる今津天下の放送になりますので、またご視聴よろしくお願いいたします。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。